はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイです。極ゼロのチューハイの 9% のレモン味、糖質ゼロ、プリン体ゼロ、人工甘味料ゼロ、果汁が 0.5%、アルコール度数 9%、原材料がレモンとウォッカと、酸味料と香料と甘味料加工、ステビアと、ビタミン C。もうこれ嫌な予感しかしないんだけど。さっき飲んだんだけど。前回のこのトマトエキスの超まずい、恐ろしい3口でギブアップした俺が、ね、チューハイでございますが。これと、まあ、嫌な予感しかしない。くそー。なんてものを買ってしまったんだ。これまた3口ぐらいでギブしそうな気がする。乾杯。あ、こっちはまだ、あ、まだ酸っぱさで、酸っぱさでなんとかレモンの味があるから、だいぶ、あれですね、甘味料の味もするんだけど、あ、だいぶマシになってる、これは。だいぶマシだね。トマト味に比べると、だいぶマシだわ。かなりマシになったと思う。でも、ものすごくまずいっていうか、まずいのは間違いない。これはいわゆるあれですね。ストロングゼロとかのレベルの、チューハイとほぼ同じですね。味としては。うん、俺嫌いなんだけど。まあ、捨てるほどでもないかなっていう。さっき捨てましたけどね。トマト味の方捨てましたけど。あ、これはほとんど、いわゆるサントリーの極ゼロ、ストロングゼロとか、味ですね。ほぼ同じですね。この、レモンの味とこの甘味料のこの、へんてこな甘さと。まあでも、まずいのは間違いない。この甘味料のへんてこなこの甘さと。まあでもトマトは、恐ろしく甘かったからな。だいぶレモンで味が、こっちは紛れてんだけど、やっぱそれでもまずい。やっぱまずいっすね。捨てたい。ものすごい捨てたい。ものすごい捨てたい。本当に俺甘味料大嫌いなんだわ。マジで。もうなんか吐き気がするんだよね。ある意味ね。吐き気がするんで、あんまり飲みたくない。いいや。これダメ。まずい。うえ。吐き気がする。やっぱり捨てよう。やっぱり捨てよう。甘みはだいぶ抑えられてはいるとは思うんですけど。まあ、それでもやっぱり甘味料の甘みっていうのは、本当にしつこくてね、舌に残るんで。香り。まあ、香りは、まあ、これはまずいっすね。まずい。マシになったとはいえ、まずいのは間違いないと。3432です。ご視聴ありがとうございました。